ナイル川ナイルの戦いは、紀元前47年に、エジプトで行われたガイウスユリウスカイサル率いる、共和制ローマ軍とプトレマヨスアサ、エジプトとの戦いである。ファルサルスの戦いで、グナエウス・ポンペイウス率いる、元老インパを破ったカイサルは、ポンペイウスを追って、エジプトに到着したが、ポンペイウスはすでに、プトレマヨス13世への側近の宦官。 ポティノスラによって殺害されていた。プトレマイオス13世及びポティノスラは、カエサルに、ポンペイウスの首を差し出した上で、エジプトから立ち去るように要請したものの、カエサルは軍病を従えて、エジプトに上陸した。当時、プトレマイオス長は、プトレマイオス13世と、アヌクレオパトラ7世の共同統治体制であったが、 両者の対立が先鋭化して事実上の内戦状態であった。カエサルはセムオープトレマイオス12世の遺言に従って両者が和解するように調停し、10月に両者の和解が成立して祝宴も催された。しかし、クレオパトラ7世がカエサルの愛人となったことでカエサルがクレオパトラ7世に肩入れしていると考えた。 プトレマイオス13世派は徐々に反感を強めた。カイサルがリクトルを引き連れてエジプト王宮に入ったことをアレクサンドリア住民は王のような振る舞いと捉え反動ーマ感情をあらわにした。これに乗じてプトレマイオス13世派はペルシオンに駐留させていた兵2万2000をアレクサンドリアへ進軍させた。これに対してカイサルは兵力や軍船で圧倒的に劣っており、 ローマに増援部隊の派遣を要請していた。また、防御の点で優れていた、ファロス島の大東大を占拠して、拠点の一つとした。プトレマイオス13世派は、兵力が勝っており、地元の利も生かして優位に立っていたが、プトレマイオス13世と、姉アルシノエ4世の主導権争いにより、攻勢をかけるには至らなかった。カエサルの要請によって到来した。 ミトリガテス式下の造園軍は、小アジアから陸路で、エジプトに向かい、まず、ペルシオンを占領し、紀元前47年1月ナイル川のデルタ地帯の、メンフィスへ進軍、その後アレクサンドリアへ向かって北上し、カエサル軍と合流した。カエサルとプトレマイオス13世の両軍は、紀元前47年2月にナイル川下流の、デルタ地帯で激突した。カエサル軍は、 伝統的なローマの戦法であるピルムの投敵によって、プトレマイオス13世異軍を攻撃、戦術、兵器、経験すべての面で勝ったローマ軍は、芝叩く間にプトレマイオス13世異軍を撃破、エジプト兵は散り散りに戦場から逃れた。一部の兵は船に乗り込んだが、乗員数過重もあって、船が転覆して、多数の兵が溺死した。 国王プトレマイオス13世は逃亡に成功したが、ナイル川に身を投じて自殺した。ローマ軍の捕虜となっていたアルシノエ4世を除き、プトレマイオス13世派の指導者はこの時までに全員が死亡した。事実上、エジプトの支配者となったカエサルは、クレオパトラ7世と弟であるプトレマイオス14世が共同でファラオに着くように裁定した。 カエサルは、紀元前47年4月までの数ヶ月間を、エジプトで、クレオパトラを同伴してナイル川の修行、視察や継承地の訪問に費やした。なお、この戦いの過程で、アレクサンドリア図書館が消失したと伝えられている。ありがとうございます。